はい、格闘ニュースゾウの雑白です。朝倉未来がフェザー級王者を狙わないと宣言する大嘘だらけの恥ずかしい理由についてです。今週末、元アイドルや元犯罪者とストリートファイトをするなど大活躍の朝倉未来選手ですが、最近言動がおかしくなってきました。格闘技界のアナゴさん代表として、朝倉のみっくんは寿司屋で共食いをしながら以下のことを話していました。 UFC で戦いたい、ライジンフェザー級のベルトには興味がない、それよりもリベンジがしたいなどです。その前の動画では、 UFC に出たいので来年開催されるフェザー級グランプリには出たくないとのことでした。まず UFC 参戦ですが、格闘ファンならわかることですが、66キロで2連敗中の朝倉のみっくんはもちろん参戦できません。日本人男性ファイターは佐藤隆選手一人しか契約できていない非常に狭き門だからです。もちろん朝倉のみっくんも契約できないことは分かっています。ではなぜ UFC 参戦をいきなり言い出したかというと、フェザー級グランプリに出たくないからです。またライジン王者に興味がないとも言っていますが、これも同じ理由です。ライジン王者になるためにはフェザー級グランプリに出る必要があるからです。またフェザー級グランプリを圧倒的な強さで優勝することが UFC に参戦できる唯一の方法とも言えるでしょう。そしてリベンジしたいと朝倉のみっくんは言っていますが、クレベル選手はかなり高い確率でフェザー級グランプリに出場しチャンピオンを狙うでしょう。クレベル選手にリベンジするためにはフェザー級グランプリに出ないといけません。以上のようにリベンジしたいのにクレベルが出場すると思われるフェザー級グランプリには出たくない、 UFC に参戦したいのに唯一の方法と思われるフェザー級グランプリ優勝もする気がないと実は言ってることが支離滅裂なのです。おそらく本音は、強いファイターが出るフェザー級グランプリに出て負けると自身の商品価値が落ち、 YouTube 動画の人気も減り、12000円のテロテロの短パンが売れなくなるのが嫌なのでしょう。簡単に言うと、金儲けに支障が出るからフェザー級グランプリに出れないのです。なので支離滅裂な理由で UFC を目指す強い男というブランディングをしながら、実際はフェザー級グランプリに出ない弱いファイターと68キロミクル豚級で戦いたいのでしょう。そしてこのような朝倉のみっくんの大嘘発言を格闘ファンから指摘されるところまで織り込み済みです。それを見据えて朝倉のみっくんはすでに、格闘ファンはアホが多い、思い込みが激しいと、格闘ファンの言うことは間違いであると朝倉のみっくんファンに伝えているのです。ここまで先を読んで嘘の理由を考えているのは本当に見事なブランディングと言えます。しかし UFC を目指すふりをして弱い相手としか戦わないのは格闘家失格です。堀口教授選手が言ったように、格闘技のできるビジネスマンではなく、ここまで行くと格闘技のできる詐欺師と言われても仕方がないでしょう。そのうち水でも売り出すのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝7時日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。